どうも山田っす。金曜日つーことは明日はようやく山田お休み。山田だ。金曜。おやすみおやすみ、楽しいなっと。お、おお、そういやそんな感じだった。はあ、数字だけ見ると絶望的っすよね。目標100万とかいっちゃってまだまだじゃん。やっぱどう見ても設定ミス。誰か分かりやすく例えてほしいっす。ドラクエのモンスターとかで。あ、なすか。あ、そりゃそうっしょ。お、ってもしかしてそれ進行の催促っすか。欲しがり屋さんっすな。ま、早く終わるに越したことないし、んじゃ早速。はい、一つ目。ペンネーム、緑茶が緑とは限らないさんから。山田だっす。100万登録を目指すということですので、ここは手っ取り早く有名人のブログやインスタで、すごいぜ山田だ、山田だ大好きなどさりげなく宣伝してもらいましょう。これで宣伝効果間違いなしですね。あー、こりゃ逆に心配になるレベルっすな。効果はあるんでしょうけど、そもそもそういうのって金かかるっしょ。その金あんたが出してくれるんなら話は早いんすけどね。言うだけ言ってできなきゃあいつはダメだ、うまくいったらわしが育てたみたいな、ネット編集ちゃんにしちゃいいアイデアだったんすかね。ざれ言は壁にでも話してるっす。はあ、ねスタッフ、お便りそっちが選んでるんすよね。もうちょっとなんかないんすか。ぶっ飛んでもないし有益情報にもならん。動画の分数稼げるわけでもなし、いいとこまるでなしじゃないすか。俺スタッフなんか言うっすよ。3、2、1、おい。おお、実はマダラメさんから手紙って言ったすか。はあ、サプライズとかマジ余計なことを。フラッシュモブとか喜びそうな脳みそお花畑なやつらじゃあるまいし。マダラメさん見てます？わざわざメッセージどもっす。げ、マジじゃんこの字。今時手書きとは。山田のハッキングを恐れているのか。わかってるっすよ。読めって言うんでしょ。はい、読めますよ。山田へ。着々と登録数を伸ばしているようで何よりだ。お前に真っ当な宣伝ができるとわかったのは朗報だと言えるだろう。はあ、やっぱ適当な指示だったんすね。意外とあの人。ゲフンゲフン。しかし動画スタッフからはもうやめようとしていると報告を受けている。おいクソスタッフ。いやー、それは全然続ける気満々。本当っす、山田嘘つかない。いやー、毎週たくさんの視聴者からの投稿で熱いコミュニケーションが取れて、マジドールズの知名度に貢献してて
だ。想像以上にダメージが。早く終わらせんと。加えて、好きあらば怠惰に振る舞うという報告も受けている。くっ、お前いい加減にしろよ。いやね、怠惰って言いますけど、山田には必要なんすよ。仕方ないことなんすよ。ないのです。いわゆる YouTuber みたいなテンションイエイイエイイエイなキャラじゃないし、可愛くキュルンと愛想を振りまく系でもないわけすよ。ダラドルなんす。ダラドル、だらけてなんぼ。まだらめさんも昔納得してくれたじゃないすか。しおりさんとかあやさんとかれいなさんとかゆきさんがいるところで、山田がアイドルっぽさのトレースやら外見的なアピールしても仕方ないし、美咲さんが素で努力根性完璧主義なら逆の路線ってね。全ては積み重ねなんすよ。そういう文脈があって山田のだらける様に価値が生まれたわけすから。だから動物動画の流行りに乗って、山田がただだらだらしているだけみたいな企画も全然ありなはずっす。癒し系っすよ。癒されまくりっすよ。担当の誤解が全ての元凶。ちゃんと流行りをリサーチした上でのアイディアでしょうが、需要あるっすよ。そもそも山田の魅力を生かすも殺すもスタッフ次第っす。どうせどう見せるかはお前たちの手にかかってるっていうのに。ラチアカン、こういう時頼りになるのは山田を理解する我がしもべたち。つことで、引き続きモニターの前の諸君からアイディア募集中っす。 YouTube チャンネル100万登録とかいう無理ゲークリアのため、簡単で斬新で方法な作戦を絞り出して番組に投稿するっす。ご応募お待ちしてます。はあ、何言っちゃってんすか。分かってるっすよ。読むっすよ。さあ、続き続き。報告に思うところはあるが、成果を出しているという事実は認識している。ある程度は真面目に取り組んではいるのだろう。その調子で頼む。私からも提供できるアイデアがあるので活用してくれ。はあ、まだらめさんのアイデアすか。どうせまた適当なんじゃ。あ、下品下品。先日とある出版社から写真集の打診があった。お前たちの活躍を見て連絡してきたらしいが、そのプロデュースをお前に任せようと思う。動画配信と連携した企画にもなり得るだろう。健闘を祈る、まだらめ。はあ、相変わらず話が急な子って、うん、写真集のプロデュースね。たる。あ、本当だ。追伸、なお写真集の宣伝効果と売り上げは凍結中のアカウントの扱いについての検討材料として考慮に加える。思わぬところから幸運が転がり込んできた。そりゃあやらないわけにはいかねえすな。さーて、どうしたもんか。まあ、こんなところすかね。アカウントちゃんのためなら山田も実力を発揮せざるを得ないんでね。で、
やはり売り上げを約束せし衣装といえば水着。もはやこれ常識。かわいいキュート、弾けるシズル感、お色気エロティック、憂鬱メランコリックで切なくセンチメンタルな、普段は見れない一面も見せる、そんな夏らしい写真集はどうすかね。ほれほれ想像したまえ、あんなことや、あこんなこと、あこんなもいいね。我がマーケティングに乗ってきたかスタッフよ。そうだろうそうだろう、肌色イズ正義。世の中三大欲求以上の需要なんてないんすからね。それじゃ次週から山田田プロデュース写真集制作開始っす。写真集の制作工程をまるっとコーナー化していくんで、これでどっかの曜日が楽になるすかね。ビシしもべたちよ、震えて待て。山田の企画力を思い知ってしまった様子な。だがしかし、山田はまだ二段階の本気を残している。この意味がわかるか。じゃ、満を持して山田は休みに。あ、ここで挟む。もうエンディングだっつーの。空気読めよ、まったく。で、は？コラボってなんすか？え、聞いてないっすけど。あー、これは幻聴っすか。週6日の更新を甘んじてこなしているというのに、さらにまだ働かせると。コメントでも働きすぎで心配って書き込み多いはず。知ってんすよ。こうなりゃやけくそ。山田田コラボと出演依頼はこちらまで。山田はパーソナリティとして出張もしくは歓迎するだけってことで、調整はスタッフがするんでお気軽によろす。コラボ大好きな大御所様、すっごいお待ちしてるすからね。具体的に言うと、あ、きっちゃんとか。なんで毎回最後に疲れることも。はい、以上終了。じゃあ休み休み。チャンネル登録すればいいっす。